皇子内信盟は、日本の皇族、後光明天皇の第一王女。聖母は、右この絵中将、庭田重秀の女、天智、庭田秀子。慶安三年、後光明天皇の第一王女として誕生。女一の宮と称される。誕生日については、十月十日、十月十一日、十月十五日と、するものがある。女王三年。 五光明天皇が二十二歳で崩御天皇の子女は、皇子内親王のみで皇子たる男子がなかったため、急遽伊母帝の皇岐宮を皇子とし、皇岐宮が成長するまでの中継ぎとして、同じく伊母帝の花町宮永等子親王が、五歳天皇として即位した。皇子内親王は、五光明天皇の唯一の維持、着流の御子としておもんじられ、 天羅三年十二月に内親王宣言、ついで法永五年には一品に除されている。また皇子内親王は、当時の女性皇族によく見られたように出家することも、なく、また石管家にとつぐこともなく、生涯独身を通した。教法十年に七十六歳で没すると、純三宮宣言、ついで女院として、隠号宣言がなされて、冷静門院と称された。天皇の皇妃、 聖母以外でのオンライン号戦では、室町幕府三大将軍、足利義満の正室北山井に以来約320年ぶりで、現在に至るまでこうしない親王が最後の例である。母書は京都市上京区の初船院寮内。ありがとうございます。